雨すごいね。よろしくどうぞ。雨がすごいね最近ね。加工加工。よろしくお願いします。加工。ちゃんと言いますよ。騙されたなじゃないんですよ。時間差で騙されたなじゃないんですよ。最近ちょっと省エネなってる。動かなくなりますね。そうなんですよね。さあ、皆さんこんばんは。はい、今週も始まりましたヒープホップ55分間生放送でお付き合いください。812回目の生放送ということですが、はい、ここ何日か雨が本当にすごくね、降りすぎ、ちょっと降りすぎですね。100年ぶりの豪雨でしたか。すごいっすね。もうダムもいっぱいになって溢れてるぐらい、そうですね、出してるっていう。いや本当に気をつけてください、はい、まだ降るかもしれないんでね、安全第一で、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ続いて最初のコーナーこちら、はい、沖縄爆笑伝説。うん、お響きも入った。そうそうそう。ボクシングも入った。どうした？全部反応してくれるから嬉しいですね。さあ、今週のお題は音となっております。お父さんのことですね。お父さん、はい、父ですね。はい、では行きたいと思います。スイープネームノーマンジューさん、いただきました、はい、ありがとうございます。音の口癖は昔から、男は心が一番大切、うん、この前還暦迎えた弟に改めて、男に必要なことは何かって聞いたら、分かるか大谷翔平に聞けって逆ギレされた。何があったの？この間に何があったの？なんか心折れたんですかね。もうめんどくさくなってるな。なんか大谷君かっこいいですけどね。ね冷静なコメント。ヒープネームサトルさんからいただきました。はい、ありがとうございます。健康診断から帰ってきた弟が、胸毛が多すぎて心電図を測るための吸盤が貼り付けなって医者を困らせたと落ち込んでいた。あるある毎年あります。毎年あります。なんで嬉しそうだ。マジで毎年嬉しそうだ。だから今年は行く前にバリカンです。もうそういう風にそうしないとだってできないから。優しさですね。優しさその情報欲しいからね。毎年あるわ。正確に現状興奮してるやつ。めっちゃ反応するじゃないですか。胸毛、2行目の胸毛の時から喋りたい。すぐ分かりました。健康診断で胸毛ってあるあるあるあれですよ。はい、じゃあ続きまして、はい、続きましてヒープネームカークさんからいただきました。ありがとうございます。うちのパパは飼育員さん、5歳の娘は、うん、パパは毎日餌やり体験に行ってると思い込んでいる。パパは遊んでないよ、真面目に働いてるんだよ。かわいい。あれ体験っていうか仕事だからね。ちゃんとした仕事だからな。体験じゃない。お金もらってるよ。子供から見たらそう見えるんだ多分ね。さあ、あのお題が弟なんですけど、はい、なんかジェイソンさんあります？うちのお父さんちょっと変わっていて、はいはいはい、そのなんだろう、悪ふざけじゃないですけど、うん、人を楽しませるようなことが好きで、うん、あの昔粉チーズ大量に手に取って、わあなんか頭かゆいなってバババババババッとその粉チーズをばらまいてたら、みんなうわーっつって逃げてたような事件ありました。それを見習いました。見習ったそうだから結構いい術やなって思って。まあまあやんちゃですね。やんちゃですよ。粉チーズをガーッてすごいバババババッて、みんなふけ、どこでやるんですかこれ。すごいレストランで。レストランで。いや、やるなよレストランで。迷惑ですよ。迷惑みんなやめてくれるさ。ありがとうございます。続きましてヒープネーム読谷紅芋娘さん、はい、ありがとうございます。父の日に娘が父宛ての作文を読み上げました。お父さんを嫌いと思うところを16箇所指摘し、お父さんを好きだと思うところを2箇所だけ伝えました。それでもお父さんは感激し泣き出していました。なんでよい。アメとムチがすごいな。順番が大事でしょうね。逆だったら気づかなるけどね。2個だけ言って16個パン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 って。そうか、最後にいいところ言う。最後にいいところ。そう、順番が命です。聞いた。そうですね。順番が命。さて、番組内で紹介した過去の沖縄爆笑伝説はウェブサイトでもご覧いただけますよ。はい、こちらの、はい、二次元コードからアクセスしてチェックしてみてください。はい、ということで、あっという間にお時間ですね。本当でしょ。もう帰れってことでしょ。もう早すぎるよ、それ。時間が、そうそう。あ、
遊びたいと言っといて一瞬の遊びたいですよ。まだ満足いってないんですか。水泳は楽しくてね、もっと遊びたい。しかもプレゼント多い。すごいプレゼント。いい番組でしょ。見たいわ。またぜひ遊びに来てください。またお会いしましょう。どうもありがとうございました。ゲスト厚切りジェイソンさんでした。ありがとうございました。ね、映画、あの明日はイベント来てください。さあ続いてのコーナーこちら、沖縄爆笑伝説パート2だよ。はい、お題は音ですね。はい、父の日近いんで、はい、はい、来ました。ヒープネーム漫画倉庫が大好き運転あきひろ運転手いただきました。ありがとうございます。すごい名前だ。お父さんと初めて行くラーメン屋に行った。めっちゃ美味しく食べていたら、いきなり店員がお父さんに向かって、お前ラーメン屋だろと怒鳴り出し、味を盗めるものだったら盗んでみろと言われて追い出された。え、なんだこれ。美味しく食ってたら、お前ラーメン屋だろ、味盗めるものなら盗んでみろ。お父さんに向かって店員が、お前ラーメン屋だろ。お父さんラーメン屋なの。なんか食べ方が、うん、なんかそれかメモとか取ってたんじゃないですか。なんかメモとかスパイしに来たみたいな感じで思ってたってこと。すごいっすね。博打でラーメン屋なのか。本当に違うよね。違うってことですよね。うん、ラーメン屋でもいいしなんですよ。別にいい、怒る必要はないですよ、ね。はい、続きまして、はい、ヒープネーム顎の面積、はい、鬼さんからいただきました、はい、ありがとうございます。数年前父の日に次女からお父さんへいつもちょうどいいくらいのお給料を稼いでくれてありがとうっていう手紙をもらった。下唇を噛みしめた。ちょうどいいくらい、もらいすぎてもいない。ちょうどいいんでしょうね。次女は何様やんば。いろいろ考えて選んで言葉がちょうどいいくらい、うん、安くもなく高くもなく。辛いなお父さん。いくらやんばっていう。はい、じゃあ続きまして、はい、続きましてヒープーネーム天使ミルクさんからいただきました、はい、ありがとうございます。宮古出身の嫁ちゃんのお父さんの会話9割が理解できない。俺は愛想笑いが上手になった。あまあこれは確かに慣れるまではしょうがないかな。もう今落ちっぽい時間だろうなとかね。時間で時間で時間で尺でなんか。はい、続きましてヒープーネームにゃーすけさん、はい、ありがとうございます。あだす。一人暮らししてる時空き巣に入られた。大して盗まれたものはなかったが窓ガラスを割られていた。警察と一応父ちゃんにも連絡した。鑑識の人が指紋を採取しているのに父ちゃんは、あいえな、これま、まからいっちえさやと言ってガラスをベタベタ触ったので巡査にわじられていた。父ちゃんの指紋も取られた。なんで父ちゃんの指紋取られたんだ。コマヤさん、コマからいっちょっと上司、上等やっさ、上司やっさ。せっかく来てるのに。お父さん頑張りましょうね。怪しまれてるやし。はい、じゃあ一旦コマーシャルです。こんな時はもう触ったら、触ったらダメなのよ。家さんに任せた方がいいよ。ダメですよ、本当に。さあ続いてはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説パート3だよ。はい、今週のお題は音となっておりますよ。はい、ヒープネームサタデーナイトフーチバーさん、はい、はい、ありがとうございます。音がなくなってしばらくして地元のユタが、うん、あんたのお父さん夜中にパンツ一丁でさまよっていると言っていた。確かに音は家ではパンツ一枚で過ごしていたので驚いたのだが、頼むから服はつけてほしい。そうね、さまようときは服を、うん、冬とかもあるし、これあのその霊界でも有名になってますよ。パンツ普通なんか白い着物とかして、はい、おあまり白いパンツが通るの。しかもブリーフ。続きまして、はい、イープーネームオリコーさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初めて行く教習所に父に車で送ってもらった時の話。車で到着して駐車場の入り口を探してて、気づいたら教習所の中に迷い込んでて、しっかり練習コース一周していた。危うく坂も登るところだった。
マジ、なんとなく分かる。何の違和感もなく混じり、混じってる。ちょっとした坂道発進とかもクランクとかやったりして、やったんだ、個人の車が個人の車で続きまして、フィブネームパチャポさん。パチャポさん、はい、ありがとうございます。うちの弟が将来は街中より自然の多いやんばるに住みたいなというので、スーパーもコンビニも近くにないし不便だよと言ったら、そのうちロローンが飛んできて何でも配達してくれるよ、ロローンは進化してるさと得意げに言うので、ロローンじゃなくてドローンだよとはさすがに突っ込めなかった。いや、まあ、突っ込んでもいいけどな。ドローンの上が開発されるんですか。ロローン最上級ロローン。届けるやつはロローンじゃないですか。撮影はドローン、届けるのはロローン。これ発音弱いのに弱いよな。ロローンめっちゃ言うな。最高だな。ラスト、そのうちロローンが。エイプネームルナパパさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この間までお父さんと呼んでいた息子が今日になって音と呼んできた。何これ、ヒープホップのお題のせいか。ヒープホップ現象だ、音だから音だ。ああ、なんかそういうのある、感化されて。音記念日です ね。そうですね、みんな音でいきましょう。よかったですね、いい番組ですね。怒る人もいるかもしれない。コマーシャルです、はい。音、確かに俺音、これからまたでもいつかお父さんになるからね。また戻ったり、そうそうそう。はい、今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週はどれでしょうか。音がなくなってしばらくしたら、地元の歌があんたのお父さん夜中にパンツ1枚でさまよってるよと言われた。サタデーナイト内場さん、おめでとうございます。こういう助言しかもらえなかったんですかね。まあでも生前やってたから、うん、その流れかな。そうですね。あ、聞きたいことありますけどね、ユタに聞きたいこと。さあ、じゃあ感想メール、うん、感想メールいきますか。はい、サザンビーチの大竹さん、おーおー、さっき出てた人だ。大竹さん、ありがとう。サーネーさん、撮影ありがとうございました。サーネーさんが撮ってくれたウォータースライダーの映像、とっても良かったです。よかった。撮影時緊張していた私でしたが、サーネーさんのおかげで頑張れました。すごい。今度はぜひ皆さんで泊まりに来てください、ね。あ、ぜひぜひお願いします。あれめちゃくちゃ良かったです。綺麗だった。大竹さんめっちゃ喋ってたんですけど、 10% ぐらいしか使われてない。いっぱい喋りましたよね。ありがとうございます。ピンクレモネードさん、はい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 、うん、ジェイソンさんだ、うん、前回沖縄講演会の時に行きましたよ、はい、顔見るのに夢中になってて話の内容覚えていないさ。話し方ですね。明日も楽しみですね。話ぜひ明日ね、あのトークとサイン会ありますので、はい、お願いします。リーサーラーさん、はい、いつも楽しく拝見しています。爆笑伝説は YouTube で見返すほど皆さんの話が面白すぎて大好きです。嬉しい。これからも楽しませてもらえますということで、はい、ありがとうございます。はい、YouTube でもやってますんでね、はい、見てください、うん。さあ、じゃあ来週のお題いきますか。はい、わかりました。では来週のお題を白鳥でお願いします。チャレンジ。はい、来週のお題はチャレンジです。ということで、ペットボトルチャレンジしたいと思います、はい、10秒です。いきましょう、はいはい、せーの、頑張れ。おお、マジか。すげえ。鬼。